那様。お忙しそうっちゃね。ここんとこお休みも取らず働き詰めやろ。あんまり感心せんとよ。休むのも仕事のうちばい。そんな風に働き詰めやったらまともな仕事ができんちゃろ。その書類は明日では間に合わんとね。それなら決まりばい。今日はもうお休み。明日改めて仕事に就いたらよか。うちがやっとくばい。さあさあ、旦那様はもうお休みになるっちゃ。やっぱり思った通りたい。旦那様またお仕事しとる。旦那様が働き者なのはよう分かっちゃるけんね。うち心配で見に来たとよ。気にせんでもよか。これぐらい当然たい。ほらこれ飲んでゆっくりお休み。飲むと気持ちが落ち着くっちゃ。ゆっくり寝れるよ。今日はうちがつきっきりで寝かしつけてあげるけんね。そうでもせんと旦那様お休みにならんと。ほらこれ飲んで早う寝しゃい。それでよっか。ちゃんと布団かけて寝んといかんよ。風邪ひくけんね。なんね？まだ寝つけんと？うちは他の藤四郎姉妹のためにシャッとした蜜ろぎでおらんといかんばって。これはこれがないと安心して眠れんと。やっぱり子供っぽいって思っとう。よし、わかった。今日ここでこのぬいぐるみとはお別れたい。よかよ、もう決めとけん。やっぱりいかんたい。旦那様ったら意地悪っちゃね。でもいきなりっちゅんはやっぱ難しかね。こういうんは少しずつ変えていかんと。さ、うちのことはよか。落ち着いたところでもう寝るばい。こん前みたいに膝枕してあげようか。ならよか。ではまた明日。おやすみなさい、旦那様。